この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。皆さんこんにちは、ゆうたろうとモンジロです。今日もね、セイコーマート橋本さんに来てます。今ね、このちょっと便についたもんですから、山わさびハムきゅうりサンドということで、ね、ここもね山わさび出てますね。セイコーマートではね今ね山わさびをね一押ししています。それからね、昨日100円惣菜のね話が出てました。かなりね北海道と我々やっぱりね、関東セイコーマートでは売ってるものが違います。私食べたかったねたらこのね、あれがないですね。北海道でね売ってるんですけども、こちらではね売ってないみたいです。とても残念ですね。ただ他はね大体揃ってますんでね。この100円パスなんかもね、前にも紹介しましたけど、非常にお得です。ぜひね、食べてください。あとね、飲み物の値段も違うんじゃないかということで、ちょっとね、会員価格でね、コカ・コーラは105円ということで、今ね、セール中です。今日はね、アイフィルコーク、買ってきました。今日ここでね、ご飯を食べていく予定なので、アイフィルコーク買いました。それからね、まだね、動画上げてないんですけども、お茶のね、パッケージが変わりました。徐々に変わっていくということで、大きさもね、500から600、それでね、料金据え置きということで、非常にお得です。緑茶、それから玄米茶、それからね、ウーロン茶ということで、パッケージが変わりました。これもね、セイコーマートのね、今場のね、女子のね、従業員の方が教えてくれました。新商品はね、特に今出てないんですけども、この間ね、ご紹介した、新商品です。今わさびをね、やっぱり一応しているということで、かなりね、まだ置いています。今ね、アイスのコーナーにやってきました。めっちゃうまね、衝撃価格シリーズということで、人気ナンバーワン、北海道バニラバーはね、関東では80円です。北海道では70円という話があります。そこのところはねちょっと10円ぐらいねここは違うみたいですね。ただ今ね、アイスキャンペーンをやっています。7月4日までねアイスキャンペーンやっています。合計でね8個のアイスを買うとですね好きなコースが選べるということで、必ずもらえるね、8個買うと、アイスがね1個もらえる。またね A 賞 B 賞それぞれあります。詳しくはね、店頭またはねホームページで見てください。今ねホットシェフのコーナー見てるとねキーマカレーがありました。キーマカレーはね、ここ数日ね、セイコーマートでね連続して食べてますので、今回はね買いません。その代わりですねザンギをねちょっと買っていきましょう。ここでね、今日はご飯を食べていく予定なのでザンギを買います。キーマカレーね、非常に美味しいですからね。それから、ご予約もできますということでね、受け取りのね、3日前までにね、注文すれば、予約できるということです。あと今日はね、エビフ、海苔弁、鮭フライ弁当、それからカツ丼があります。あと豚丼もありますね。今日はね、大体のメインのね、弁当が揃っています。おにぎりもですね、鮭、紀州梅、それからチーズおかかね、今日買いました塩サバ、すじこ、明太子マヨということでね。あと、コンビニ弁当もね、揃ってます。今日も山わさびね、ありますね。今日もしかしたら、しし場さんがね、土曜日来ると言っていたので、しし場さん、山わさびありますよ。金文次郎君がご推奨のね、5のつく日はチャージお得の日ということで、3% もらえますので、ね、あと1回、6月は25日です。今日は令和3年6月の19日、土曜日です。表はね、雨が降っています。東京もね、梅雨入りしまして、本格的にね、雨が降り出しました。今日はね、朝早くから、お腹が空いたので、文次郎君はまたね、いつものセイコーマート橋本さんにやってきました。今日はね、イートインコーナーで朝ごはんを食べて、
それからね、夕食の食材を買って帰りたいと思います。もんじろくはね、何を買ったんでしょうか。今ね、ご紹介いたします。今日はね、せっかくですからね、ザンギを買いました。これはね、唐揚げみたいなもので、ザンギ、北海道ではね、皆さん唐揚げのことザンギって言うんでしょうか。私はね、ちょっと詳しくわからないんでね、もしわかる方がいらっしゃいましたらば、コメント欄に書いていただければありがたいなと思っています。あともう一つはね、いつもね、食べてる塩サバです。これはね、具沢山でね、サバがね、たくさん入ってます。これはね、出てからね、大ヒットになっています。これが210円。そしてね、今日はね、朝ごはんだけなので、食材をこれで、そしていつものアイフィールコーク、これを買いました。やっぱりね、コーラがないと私はね、どうも食が進まないというか、ご飯がね、食べた気になりません。でこれをね、今日は食べながら、食べ終わったらばまたね、夕食の食材を買いながらテッド君は家に帰ります。というところでね、今日は、セイコーマート橋本さんで、朝食を食べたという話です。では皆さん、また次のね、動画でね、お会いしましょう。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。あとね、今週のチラシをもらいました。6月23日号ということで、今週はね、お買い得情報がいっぱいです。前回もね、紹介したんですけども、卵ですね。今回はね、6月23日、デコマ会員限定ですね、128円、お一人様ね、2パック限定ということで、販売しています。あとね、ペコマ会員の方はトイレットペーパーだとか、あとね、お酒の長寿が安いです。それからね、ちょっとここ目引くんですけど、またね、6月25日からカツ丼祭りがあります。今回もね、6月25日カツ丼一つ買うごとにですね、コカ・コーラのね、総顕微茶がね、もらえます。またね、6月23日限定なんですけども、どら焼き各種、よりどり緑ね、2個買いますと、またこれもね、キリンのね、ファイバーワンデーラテ、微糖というね、ものがもらえます。それとですね、またね、今週の注目ということで、復刻版が出ましたね。まだ食べたことない方、今がチャンスということでね、プリン、クリームパンということで100円です。これね、今日発売になってますんで、今ね、ありましたんでね、買っていきたいと思います。またね、セイコーマートでは、お中元のね、夏のギフトもやっています。その他ね、今回はね、野菜を食べようということで、6月の21日から7月の25日までかなり長いですね。対象商品をね、6個買うとお好きなね、景品に応募できますということで、 A 賞がね、デコママネ1万円抽選で50円、それから B 賞ね、カゴメ野菜1日これ1本でということで、1ヶ月分31本、100名様。それとね、新商としてね、オリジナル、林家たい平野菜皿ということで、これもね、100名ということで、対象商品はね、こんな感じです。詳しくはね、店頭またはね、ホームページ、またはチラシを見ていただければなと思います。それから今週本当ね、目白推しなんですよ。6月21日からね、また均一祭が始まります。79円、89円、99円、199円ということでね、また均一祭が始まってます。内容につきましてはね、また、繰り返しになりますが、ホームページ、店頭またはチラシを見ていただければなと思います。それからね、私の北海道のね、友人のにゃんこ三兄弟ママさんがね、この間、ナポリをね、紹介していました動画でね、今回のね、北海道フェア、6月21日から、ね、7月の4日まで、なんとね、ナポリンが、こちらの方で販売するということになっています。このようにしてね、北海道フェアの時はいろんなね、北海道にあるね、
商品をね、こちらの関東セイコーマートでも販売しています。今回もね、残念ながらこれを見る限りのね、活源がね、入りません。残念なんですけどもね、活源が入りません。またね、こちらの方、ワインもね、ワイン好きの方にはたまらない低価格でね、信じられないんですよ、460円ですよ、倍かね。まあ税金入れますとね、506円になってしまうんですけども、あとパームビールね、これもあります。6缶でね、870円ということで、くれぐれもね、お酒は二十歳になってからということで、選挙権は18歳になりましたけどもね、お酒は二十歳からということです。今回のね、チラシは盛りだくさんということでね、前回はね、クーポン券がついていたんですけども、今回はね、クーポン券ついてない代わりにですね、いろんなね、景品がもらえます。特にね、私はこのね、6月25日はカツ丼祭りということで、またね、カツ丼を食べに行きたいと思います。というのはね、ここにね、またちっちゃく書いてあるんですけども、5のつく日はお得の日ということで、今回ね、6月25日最終日なんですけども、ペコンバーカードね、5000円以上チャージすると即時還元 3%、 それからね、5000円前日につき、景品がもらえますよということで、この間はね、北海道の、バタービスケットをもらいました。今回はね、何がもらえるか楽しみです。というところでね、今回も、文次郎くんがね、朝ごはんを食べてお得なチラシをもらいました。来週にかけてね、いろんなキャンペーンがありますので、ぜひね、関東の方もお近くにセイコーマートありましたら、またね、埼玉県、茨城県の方はセイコーマートに行ってね、お得に買い物してください。北海道の方はね、ちょっとチラシがね、関東と内容が違うみたいですけども、大差ないと思いますのでね、ぜひ、北海道に行ってで、セイコーマートに行ってね、買い物をしてください。私どももね、関東セイコーマートがね、1店舗でも増えるように、このようにして、宣伝をしています。関東もね、もう少し増えてほしいというね、声がね、少しずつ上がっています。この声がね、本社の方に届けばなと思っています。文次郎君はね、そのためにもね、毎日毎日というか、毎週毎週ね、セイコーマートを回って、宣伝活動をしています。ぜひね、この声が、セイコーマートの、ね、本社の方に届くように、また届きましたらばね、関東にもね、1店舗2店舗増やしていただければありがたいなと思っています。ではね、今週はこんなところでね、お別れです。ではまた次のセイコーマートでお会いしましょう。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。鈴